注意欠陥、多動性障害は多動性や衝動性、また不注意を症状の特徴とする神経発達症もしくは行動障害である。こうした症状は教室内で最年少だとか正常なもの、他の精神障害、薬物の影響でも一般的であるため、機能障害や苦痛を感じるなど重症で幼い頃から症状があるなどの鑑別が必要とされる。 発達障害者支援法に基づき、一人数とに応じた様々な支援と社会的障壁の除去が行われる、精神医学的障害の一種である。注意欠陥、多動性障害という診断名は、1994年からの DSM-4 のものである。以前の DSM-3 の注意欠陥障害や、ICD-10 の多動性障害を継承するもので、的には、 多動症などと呼ばれてきた。一般に、アスペルガー症候群と混同されがちだが、アスペルガー症候群は、他者理解、共感力の欠如が、症状の特徴である。2013年の DSM-5 では、ADHD は、薬語として、血管から欠如に変わった、注意欠如、多動性障害と、注意欠如、多動症が併記されている。注意欠如、多動性障害は、 日本精神神経学会が2008年に示したもので注意欠如多動症は小児精神神経学会や日本児童青年精神医学会の示した DSM-5 の翻訳案である。また DSM-5 で成人への診断が追加された。その症状が正常な機能と学習に影響を及ぼしている場合のみに診断する。症状は早い時期から発症し、 少なくとも6ヶ月以上継続している必要がある。DSM-5 はそれまでの7歳までの発症を12歳とし、自発性の発症を含めたがこのことは誤診の可能性も増やしている。また、小児発症が成人 ADHD の重要な診断基準であったが、小児期 ADHD と成人期 ADHD は異なる経過を持つ症候群だと示唆した。 研究例もあり、まだ明確となっていない部分がある。診断は、多くの精神障害や発達障害と同様に問診を中心に行われる。また、評価尺度が診断の補助として利用できる。生物学的な指標がないため、誤診も多いと考えられている。アメリカでは、推定有病率を数倍上回る診断数のため、過剰診断が指摘されている。 医学的な定義や投薬に対する議論のため ADHD に関する論争がある。遺伝的要因が76%とされるが、家庭環境の要因を十分に分離できていないという指摘もある。重要な環境要因は、胎児期の薬物、アルコール及びタバコの暴露、周産期の問題、そして頭部外傷である。2020年に発表された ADHD の 環境危険因子、保護因子、バイオマーカーに関するメタ分析によると、危険因子として確実性が高いのは、妊娠前の肥満、皮膚炎、歯間賠償、妊娠期のアセトアミノフェンバクロであった。危険因子の疑いが強いものは、妊娠期の喫煙、小児喘息、妊娠期の体重超過、ビタミン D 不足などであった。性別による発症率の比較では、 学童期までを比較した場合は1から6%で、男子の方が女子よりも高い。特に男子では多動性と衝動性しか見られず、特に女子では不注意しか見られない場合がある。ICD-10 での多動性障害の発症率は学齢期で3%から7%であり、そのうち3トは、青年期には多動と不注意は目立たた、なくなり、ン0は、 青年期以降も死傷となる行動が持続し残りの30%は感情障害やアルコール依存症などのより重篤な精神障害が合併する。ある調査では約3割が大人になっても症状が続いていた。また別の調査では ADHD 症状の深刻度は通常加齢とともに低下するが約90%の ADHD 患者はいくつかの症状を 成人期まで持続し続ける。衝動性、過活動、不注意などの症状が確認される。典型的には生まれつき症状が存在する。通常の人々にも広く、一般的に見られる症状であるため、症状が合致するだけでは不十分であり、幼年から症状が継続し、発達過程において不適切に持続しており、特定の状況だけで見られないことがある。子供では、 ICD-10 による多動性障害の診断名が適用されることもある。不注意には以下の症状などがある。過活動、衝動性には以下の症状などがある。年齢が上がるにつれて、見かけ上の多動は減少するため、かつては子供だけの症状であり、成人になるに従って改善されると考えられていたが、近年は大人になっても残る可能性があると、 理解されている。その場合、大抵、一見してわかるような症状は弱くなっており、目に見える多動よりも、感情的、精神的な衝動性や注意力や集中力の欠如、などが目立つようになるとされる。幼少期において、男子では多動性と衝動性のみ、特に女子では、不注意のみの症状が目立ち問題視され、安いが逆にそれ以外の症状が見過ごされやすいため、 問題視されにくい場合がある。過活動、衝動性が顕著でない ADHD であって不注意のみが目立つ場合、幼少期には周囲、または自分が ADHD であることに気づかない場合も多い。2020年現在、決定的な原因は不明とされている。双子研究により、原因を遺伝要因と環境要因に分けることができるが、ADHD の遺伝要因は、 約76%である。ADHD の子供の兄弟は、そうでない子供の兄弟より3倍から4倍、ADHD になりやすい。抑制や自制に関する脳の神経回路が発達の段階で損なわれているということまでは確からしいが、その特定の部位や機能が損なわれる基準は、仮説の域を出ない。貧困や教育様式など家庭という環境要因を、 遺伝要因から分離するのは困難であり、まだその分離が洗練されていないことに注意が必要である。離婚、貧困、教育様式、養育者の教育水準の低さ、社会福祉、性的虐待、睡眠不足、食品添加物、携帯電話の使用など様々な要因が挙げられ、それらが相互作用している。機能不全が疑われている脳の部位は大きく3箇所である。 ADHD の子供たちは、定型発達の子供に比べて、これらの部位が縮小していることがある。多くの研究者が、複数の遺伝子異常がこれらの部位の萎縮に関係しているのではないかと考えている。2018年、福井大学の研究グループは、ADHD と診断された120人の男児の脳を調査したところ、7割の男児の脳に、眼下前頭皮質の厚みが増して、 表面積が小さくなるなど、脳の約20箇所で形態の特徴を見つけた。1990年に、米国のニムのザメトキンらのグループは、PET スキャンを用いて、ADHD の成人25人の脳の代謝活性を測定し、対象者群より低下していることを明らかにして、ADHD が神経学的な基盤を持っている、ことを目に見える形で証明した。具体的には、 健康な前頭うまいのは、行動を注意深く選定し、大脳規定核は衝動性を抑える働きを持つが、ADHD のケースでは、それがうまく働いていない。食事と ADHD との関連性について指摘する、報告がある。アメリカやイギリスでは、食品添加物などを除去した、食事の比較が行われている。2007年に、イギリス政府は、 食品添加物の合成保存量の安息抗酸ナトリウムと数種類の合成着色料が子供に ADHD を引き起こすという研究を受け、これらを含むことが多いドリンクやお菓子に注意を促している。2008年4月には英国食品基準庁は ADHD と関連の疑われる合成着色料のタール色素について2009年末までにメーカーが 自主規制するよう勧告した。ガーディアン紙での報道では、大手メーカーは2008年中に、それらを除去する。2006年、5000人以上と規模の大きい研究で、砂糖の多いソフトドリンクの摂取量と多動との相関関係が観察された。最近の睡眠科学では、睡眠が ADHD の増加に大きく関わっていると言われている。米国の子供を調査した結果、 因果関係は不明であるものの、尿中のジアルキルリン酸塩濃度、特に代謝物のジメチルアルキルホスフェート濃度と、ADHD の診断率に関連が示された。よく使われている診断基準は、アメリカ精神医学協会が定めた DSM4 と、その改定版の DSM4TR の ADHD であり、不注意優勢型と多動衝動性優勢型と、 その混合型という3つのタイプに分けられる。2013年には DSM-5 が出版されている。1994年に改定された風の診断基準の ICD-10 は多動性障害の診断名であり、注意の障害と多動が基本的特徴で、この両者を診断の必要条件としている。i c d の多動性障害は細部では、 若干の違いがあるものの DSM4 の ADHD の混合型に匹敵する DSM4TR の診断基準不注意と多動衝動性が同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に強く認められること症状のいくつかが7歳以前により認められること2つ以上の状況において障害となっていること発達に応じた対人関係や 学業的、職業的な機能が著しく障害されていること広範性発達障害や統合失調症など他の発達障害、精神障害による不注意、多動、衝動性ではないこと上記すべてが満たされた時に診断される。DSM 法では MRI や血液検査等の生物学的データを診断項目にしていない。DSM-5 の診断基準も ほぼ踏襲しているが、一部に変更があった。一方、フランスの児童精神科医は、生物学的医学に支配された考えではなく、DSM に対抗する診断分類である CF トミーを用い、症状の背景に、心理社会的な原因を見る。ADHD が報告された頃は、ADHD は、子供特有の病気と考えられており、成長に従ってた動画目立たなくなることから、 ADHD の特徴も消失するものと考えられていた。しかし ADHD の児童の追跡調査から成人期に達しても多くの患者では不注意などの症状が残ることが明らかになった。このことは医学界でも論争を呼んだが、現在では発達障害の特性はおおむね障害にわたって持続するものであるということが受け入れられている。ただし、 物病などで ADHD に似た症状が起こることがあるので、発達障害との鑑別には注意が必要である。診断を補完するための評価尺度には、ADHD レーティングスケール4や、その日本語版 ADHDRS などがある。成人 ADHD では22%に症状の誇張があり、誤診を避けるために90%以上の感度のある。 尺度の使用が必要である。明らかな機能障害や苦痛を引き起こしていなければ、症状が正常な範囲である、可能性がある。4歳では、正常な未熟である。DSM-5 では、発症年齢を12歳と遅くしたが、典型的には、症状は生まれつきであるため、同様の症状を起こす、他の原因と誤解が生じる、可能性があり、成人では特に慎重であるべきで、 始発性では薬物が原因の症状だということも疑える。あるいは他の精神障害が原因となっていることもある。特に成人では薬の娯楽目的、転売目的で受診している場合がある。マイケル・ムーアは映画しっこにおいて重篤な疾患を抱えた大勢の国民が治療を受けられずに放置されている中、あなたは不安症ではないか、注意欠陥障害ではないか、と、 メディアが国民の不安を煽る現状にも触れている。適応障害では混乱した学校環境、家庭のストレスなどへの反応であるなど特定の状況に生じている。両親や教師など周囲の大人が完璧主義、あるいは子供に過剰な期待をしており、そうした環境が破壊的な場合に ADHD が過剰診断されやすいが大人の期待の再構築。 環境調整が必要となる。ADHD を持つ児童は他の精神障害が並存する確率が66%増加する。関連障害として特異的発達障害や軽症アスペルガー障害との合併を示すことがある。またその特性上周囲からのネガティブな打撃を受けやすく、二次的に情緒障害を引き起こす傾向があり、行為障害、反抗調先生障害、 不登校や引きこもりを招きやすい。不眠症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群のような睡眠障害は ADHD に似た症状を起こすことがあり、頭痛も睡眠の問題を起こすことがある。パーソナリティ障害その他の疾患2010年の米国では ADHD と診断された児童450万のうち100万人が不適切な診断。 誤診である可能性が指摘されている。製薬会社のマーケティングの影響で診断数は膨れ上がってきている。DSM-5 よりさらに成人への診断が緩和され診断が流行となり薬の過剰処方がもたらされる可能性がある。仕事に飽きが来ているとか完璧主義とか集中力や遂行能力に不満があるだけの正常な人にレッテルが貼られ、 他の原因によって症状が出ている人、そうした原因を排除しない限り不当な精神刺激薬による治療によって問題が悪化しかねない。DSM4 のアレン・フランセス編纂委員長は製薬会社に利用されるような診断名の追加は退けたと思っていたが、マーケティングはたやすく、これを突破してしまい、DSM4 発表以降、米国で 注意欠陥障害が3倍に増加したことについて、注意欠陥障害は過小評価されていると小児科医、小児精神科医、保護者、教師たちに思い込ませた製薬会社の力と、それまでは正常と考えられていた多くの子供が、注意欠陥障害と診断されたことによるものです、と指摘している。カナダの研究によれば、注意欠陥障害の最も正確な予測因子の一つは、 入学月である。9月入学のカナダでは8月生まれの子供がクラスで最年少になるが最年少ゆえの未成熟な行動が異常と判断されてしまう場合がある。こうした傾向はアメリカ、台湾、アイスランドの研究でも同様で単なる未熟性が病気のように扱われてしまっている。フランセスは米国では一般的な個性であって病気とみなすべきではない子供たちが やたらに過剰診断され、過剰な薬物治療を受けているのですと述べている。これは日本も同様である。注意障害雑誌を創刊し、またまた研究を主導したキースコナーズも、過剰診断と精神刺激薬の過剰処方に注意を促し、こうしたことは他の精神衛生上の問題を見えなくしてしまっていると感じていた。児童の権利に関する条約は、 注意血管多動性障害が薬物治療によって治療されるべき疾患であるとみなされていることを懸念し診断数の推移の監視や調査研究が製薬会社と独立して行われるようにと提言しているアメリカでは製薬会社による販売促進によって5%の推定有病率を超える子供の15%が ADHD の診断を受けており 投薬から明らかに恩恵を受ける子供の割合は1%を超えないと考えられる。例えばアデロールの製薬会社はヒーローが薬について言及している漫画を5万部配った。アメリカ疾病管理予防センターは行動療法が優先されるが75%が投薬を受けていることに注意を促している。世界保健機関や日本のガイドラインでは 自動青年の ADHD への第一選択肢は心理療法であり、薬物療法は自動青年精神科医の管理下でのみ行うことができ、かつ6歳未満に対しては投与してはならない。心理療法では認知行動療法やソーシャルスキルトレーニング、また親の接し方の練習である、ペアレントトレーニングといったものがある。自動における 大規模なまた研究にて1年時点で見られた投薬の優位性は2年以上の投薬では行動療法などと差が見られず疑問が提されており他の長期研究でも長期の投薬による利益は報告されていないアメリカ疾病予防管理センターは4から5歳の ADHD に対しては薬物療法の前にまず心理療法を実施するよう勧告している一方で CDC は 6から17歳の ADHD に対しては薬物療法と心理療法の両者を実施するよう勧告している。一方で英国国立医療技術評価機構は未就学児においては薬物療法を推奨しておらず、就学児童及び青年においては第一選択ではなく重症の場合の選択としている。日本での2016年の ADHD の 治療ガイドライン4班は薬物療法が中心となっていた以前の2008年3班と比較して心理社会的治療が大幅に充足された。子どもへのソーシャルスキルトレーニング、親へのペアレントトレーニングなど心理社会的治療や学校との連携など環境調整が優先され薬物療法ありきの姿勢は推奨されない。アメリカ国立精神衛生研究所が出資した。 7歳から9歳の600人近い子供を追跡した大規模な研究であるまた研究が実施された。それまでの研究に一般的な4ヶ月以内の研究より長期であり、行動療法、薬物療法、またその併用を比較するための試験であった。14ヶ月時点では薬物療法と併用では他の方法よりも症状を改善しており、 またこの時点で薬物療法の4%に精神刺激薬の重篤な副作用による中止があり、食欲喪失、睡眠の問題、泣き叫ぶ、反復運動といったもので、さらに薬物療法では身長と体重の成長に遅れがあった。3年後ではほとんどの人々に改善が維持されていたものの、行動療法などとの治療利益には差が見られなくなっていた。 平尊疾患の発生率も3年後では差がない。8年後でも投薬した軍に恩恵あったというわけではなかった。8年では医薬品を用いなかった人も同様の機能水準があったために年以上の薬物療法には疑問が持たれた。医薬品を用いた人の医薬品の種類は91%が精神刺激薬を含む治療である。 14ヶ月時点で投薬を受けていた人の61.5%は8年の間に投薬を中止していた。16年目では長期的な投薬は症状の重症度の低下に結びついておらず、1から2センチの身長の成長の抑制と関連していることが分かった。投薬や教育サービスはむしろ不利な傾向を示しており、問題が悪化した子供ではより多くの治療が、 施されたのではという議論も生じている。時間とともに全被験者に改善の傾向が見られた。フランスでは心理療法や家族カウンセリングを実施し、実際に問題を解決する都心に ADHD に診断される児童は少ないということである。フランスでの心理社会的な手法は包括的に取り組まれ、食事では合成着色料、保存料、 食物アレルギーが症状を悪化させていないかといったことにも着目し、子育ての方針においても子供を管理するために薬を使うのではなく、はっきりとしたルールの中で耐えることを学ばせることが定着している。家族には心理教育、ペアレントトレーニングを行う。本人の症状をコントロールすることよりも、本人の特性に合った環境を整えることが重要である。 ペアレントトレーニングは、症状を持つ児童への接し方を、親が学ぶということである。児童青年の ADHD には、風雨及び、ナイスのガイドラインでは認知行動療法及び、ソーシャルスキルトレーニングを提案している。また成人においては、ナイスは、患者が薬物療法を希望しない、または薬物療法の効果が乏しい際に CBT を検討するとしている。 認知行動療法に関しては、セルフヘルプのできるワークブックも利用できる。SST は困っていることを上手にこなせるように実際に練習してみるということで、ある。さらに、ADHD を持つ子どもへは、サマートリートメントプログラムなどの治療プログラムの実施が有効であり、参加したすべての子どもに行動改善が認められ、ADHD の症状が優位に改善するとされている。 また、ADHD を持つ成人へも、薬物療法と並行して、心理教育、動機づけ面接技法、認知行動療法、ソーシャルスキルトレーニングなどから構成される、ヤングブランハムプログラムなどの治療プログラムを実施することが、認知、行動の改善と症状の治療に有効であると、されている。なお、二次的な症状として、不安障害やうつ病、 不眠症などの症状が生じる場合も多く、その場合は ADHD の治療と並行して、それらの症状への治療を行い本人をサポートする。認知行動療法 ADHD の認知、行動療法では、下記の技法などが用いられる。治療や支援を行う際には、本人の症状、年齢、環境、並存障害の有無等に応じて、 下記の技法などを統合して包括的かつ効果的な介入プログラムを立てることが重要である。注意をそらすものを周りに置かない。家庭では勉強をしていると機械的刺激を減らしたり、子供の注意が逸れてしまった時に適切な導きを与えてやったり、頃合愛を見計らって課題を与える、褒めることを中心にして親子関係を強化するなどが挙げられる。一例として、 勉強しなさいというよりも机の上にその子供の注意を引きそうな本をさりげなく置いておく、新聞や科学雑誌を購読する等である。医学博士寺院コムズは文化学博士、医療福祉士のデイビッド・ナイランドによる両方を高く評価し、重要なのは何も疑問に思わずに従順に育つことではなく、勇気と文化に対する反抗心を持って育つことであると述べている。フーは まさしく診断された ADHD に対しては、メジルフェニデート製剤の薬物療法を用いるとするが、薬物療法は対象療法であり、根治を目指すものではなく、専門医の指示の下で行うべきであり、相談なく、プライマリケアでは処方してはならないとしている。薬物療法は、継続的な心理行動への包括的介入の一部で、なければならない、特に子供の場合は6歳以上で、 心理行動療法に効果がなかった場合に慎重に使うとしている。成人の ADHD については、ナイスは薬物療法を第一選択肢とするべきだと勧告している。薬物乱用ポテンシャルのある患者については、アトモキセチンを提案している。また研究以外の長期的な研究も、長期的な医薬品の利益を報告しておらず、 3から5歳の子供を6年追跡したパッツ研究では、投薬の恩恵は見出せなかった。国乱共同計画による小児 a d h d におけるメチルフェニデートの効果に関するシステマティックレビューでは、治療期間は平均75日と非常に短く、証拠の品質が低いので医薬品の影響の大きさを特定できなかった。死亡や致死的な副作用は増加していないが、 睡眠障害が1.6倍、食欲低下が3.6倍であり、副作用の評価のためにはより堅牢な試験が必要とされることが結論されている。成人 ADHD でのメチルフェニデートのシステマティックレビューは批判のために2016年に撤回されており、不明確のリスク評価に対して信頼性が高いとしたり、11研究のうち2つだけが抑うつなど、 平存疾患のある被験者をはっきりと残していたため一般的な効果であるかの妥当性が損なわれており、試験期間は1から7週間であり小児研究で観察されているように効果は時間とともに減少してもよく証拠の格下げにつながってもよかったといった理由があり、評価のために偏りのない長期研究が必要とされる。 子供のための ADHD 治療薬の承認のための試験では、精神病や創病は1.48%に、出現し、虫、昆虫、蛇の幻覚が一般的であった。異なる条件である、うつ病、双極性障害、統合失調症の両親を持つ子供では、精神刺激薬の使用群では62.5%が、精神病症状を停止。 服用していない群では27.4%であった。ADHD の治療薬の使用と骨密度の低下が報告されており、この懸念から実施された動物研究ではメチルフェニデートが悪影響を与えることが観察された。成長抑制以外に長期的な害がよく知られていないため、2017年に動物試験における システマティックレビューを実施したところ、α 二次用体作動薬のクロニジンとメチルフェニデートで生殖機能を損なっている形跡が見られた。精神医療における大麻の有効性が広く認知されるようになった最近では、医療大麻の ADHD に対する有効性について現在多数の研究が行われている。規制の緩和された米国やカナダ、英国等で精神科医が 医療大麻や大麻の有効成分であるテトラヒドロカンナビノール形成剤を患者に処方する場合が増えており、中枢神経興奮薬に比べ副作用や依存の少ない有力な代替薬として使用されている。北米で小児の薬物有害反応の報告が最も多かったのは ADHD の治療薬とニキビ治療薬のイソトレチノインであり、 北米での ADHD 治療薬の使用量に関係している可能性がある。ADHD について光トポグラフィーで薬物治療の効果を確認できることが示された。医薬品医薬品では覚醒水準を引き上げる薬が用いられる。日本で ADHD に適用がある薬は2007年よりメチルフェニデート除砲剤、アトモキセチン、グアンファシン、 リスデキサンフェタミンの4種類。アメリカでは、アンフェタミン、デキストロアンフェタミン、リスデキサンフェタミンも用いられる。ダソトラリンの臨床試験が進行しており、これはセルトラリンの活性代謝物である。ADHD 適用外の製薬ンリーの ADHD 治療薬を大日本住友製薬のヨナゴ会社である、サノビオンファーマシューティカルズインクが、米国で、試験中である。 同じく、ノルアドレナリンと、ドパミンに作用する、中枢神経興奮薬よりも、緩やかに作用し、依存性も少ないという特徴がある。漢方薬 ADHD など、発達障害には、そもそも肝酸、そもそも肝酸化チンピハンゲ、アマムギソウ油、オーレンゲ毒油、酵素酸、サイコカ流骨化キ油、陶器尺薬酸などをその人の証に合わせて、使い分ける。また、 西洋薬の補助として併用することもある。そもそもキモさん、そもそもキモさんか人皮半減に関しては、ADHD に効果があることが、日本東洋医学会でも示されている。上海ジャーナルオブアキパンクチャーにおける研究によれば、子供592名を、新旧グループと漢方薬グループ、比較グループに分け、新旧で84.45%の効果率、 漢方薬で78.77%の効果率となりどちらも症状と脳波に改善が見られ、また患者の年齢が低いほど良好な結果が得られた。とのことである。ADHD には針治療が有効という意見があり、日本でも ADHD に針治療を行う新旧治療院が存在する。また、日本小児針学会でも発達障害をテーマとされたこともあり、 ADHD と関の無視は同疾患であるという意見も存在する。ニューイングランド新旧大学院大学助教授、桑原紅葉によれば、軽度の肝中症は廃墟肝実症、重度の ADHD は75卵型肝実症、薬剤過剰投与で非虚肝実症となることが多いという。また、治療回数は一般的な肝中症で4日から5日連続。 軽症で2日から4日、連続、重症だが、ADHD 薬を服用していなければ7日から10日の、連続、毎日の服用が 10mg 以下の ADHD は、週1回で1年から3年、毎日の服用が 20mg 以上の ADHD になると、週2日から3日で2年から4年ほどである。米国において、ADHD へのハリ治療は、認知度が高まりつつある。 一方、中国四川大学の調査では ADHD への効果は不明とされている。21世紀となり、ワーキングメモリにおける障害は ADHD の主要な障害、または中間表現型であることが明らかにされた。神経生理学的には ADHD は脳の前頭葉とドーパミンシステムの機能変化と関係があり得る。スウェーデン。 カロリンスカイカ大学のクリングバーグラは、コンピュータによる訓練方法を開発し、2つの研究において、ワーキングメモリーが訓練により改善可能であり、ADHD の症状を精神刺激薬に匹敵する効果量にて軽減することを明らかにした。当時の同大学学長であり、世界的なエイズ研究者であるハンス・イグゼルは、医学を専門とする。 同大学ベンチャーファンドとしては初めて新薬以外の分野として事業化を支援し、2009年現在スウェーデンでは約1000校の小学校において、米国では約100クリニックにて、それぞれ年間3000人以上の児童、成人の ADHD 改善トレーニングが行われている。日本では2007年夏より、 約半年間のエジソンクラブによるワーキングメモリートレーニング評価プロジェクトとして開始された。2008年日本発達障害ネットワーク年次大会にブース出展があり、関係方面への紹介がされた。日本では2009年コグメドジャパンがワーキングメモリートレーニングを提供している。A. A ヨーク大学のギャザコール、A ノーザンブリア大学のホームズラは、 コグメドのワーキングメモリ訓練を使い、訓練プログラムと精神刺激薬による薬物療法の2種の介入にて ADHD を持つ児童のワーキングメモリ機能への影響を評価した。薬物療法が死空間のワーキングメモリだけ改善した一方で、訓練は全てのワーキングメモリ要素で大幅な改善をもたらし、効果は6ヶ月後も持続した。IQ 成績は、 いずれの介入でも変化しなかった。議論の中で断然に最もドラマティックなワーキングメモリの改善はワーキングメモリトレーニングで観察された。測定されたワーキングメモリのすべての構成要素で優位で大幅な改善が見られ、それぞれにおいてグループの児童を同年代の平均以下のレベルから平均以内のレベルに持っていったと報告し、トレーニングによる死空間、 言語すべての要素のワーキングメモリへの全体的な改善が教室の言語中心の環境における多くの学習活動でワーキングメモリへの重い負荷にしばしば耐えられない児童にとって重要で実用的な利益となろうとしている。ランダム化比較試験でビタミンミネラルは感情調節、攻撃性、不注意を改善したが過活動と衝動性には変化がなかった。 フィンランドの調査で、腸内フローラが ADHD を予防する効果がある、可能性が示唆されている。町沢静は、ADHD の特徴は攻撃性であると述べている。それによると注意欠陥多動性障害の症状は攻撃性と非行であり、いろいろな小さな悪事を重ね、慢性化すると、後遺障害となり、18歳以上になると、 反社会性パーソナリティ障害になることが多いという。しかし、町沢が ADHD と診断した患者のうち、メチルフェニデートの効果があったのは5%である。これは、他の研究によって一般に60%から80%と、される結果とかけ離れており、町沢の診断した ADHD は、典型的な ADHD ではない可能性がある。これについて、町沢は、 米国人と日本人の特性の違いから薬物の効き方に差があると説明している。367例の小児 ADHD では29.3%が成人期まで症状が継続した。ADHD の子供の大部分は正常な知能である。有病率は DSM-5 ではほとんどの文化圏で子供の約5%、成人の約2.5%、 男、女比では、子供でに、1、成人で1.6、1という記載がある。風の調査では、成人では、世界全体で3.4%。主症状のうち、打動は9歳から11歳、衝動性は12歳から14歳で、診断的感慨となることが多く、不注意は成人後も継続することが多いという、報告がある。米国 CDC の統計では、 4から17歳児童の約11%が ADHD と診断されており、男児が13.2%、女児が5.6%と男児に多い。ニューヨークタイムズは、古典的な ADHD の有病率は、児童の5%であるが、しかし今の米国では、ADHD は全息について2番目に多い、小児疾患であり、それには過剰診断や製薬会社による、 病気懸念があると述べている。英国の統計では、競技の ICD-10 によるハイパーキネティックについては、自動青年の1から2%ほどであり、抗議の DSM4 による ADHD については、自動青年の3から9%ほどであった。一方、フランスでは症状を提す心理、社会的原因の解消を試みており、真に、 ADHD と診断される子供は0.5%である。日本の有病率は成人では浜松市の大規模調査より1.65%と推定されている。コロラド大学のジャクリン・ジェイ・ジリスラの研究では ADHD を発症した一卵性ソーセージが2人とも発症するリスクは ADHD を発症した一卵性ではない。 兄弟姉妹の場合の11倍から18倍になると報告された。ノルウェーのオスロ大学のグヨーネとサンデット、英国のサウサンプトン大学のジムスティー・ブンソンらの研究では526組の一卵性ソーセージと389組の二卵性ソーセージを調べた結果として、最大で80%まで ADHD を遺伝的要因で説明できると発表した。 CDC によると ADHD 児を持つ親は一般児と比べて親子関係がトラブルとなる確率が約3倍であるとされる。また ADHD 児は怪我をする確率が高い。そしてフランスの研究によると ADHD の子供は一般の子供に比べて3.58倍留年しやすく、日本での高校に相当するセカンダリスクールでは中退が2.41倍多い。 学習面においては、計算などの単純作業において障害が原因で、健常時と比較してミスが多くなる傾向はあるが、周囲の人間の適切なフォローや本人の意識によってミスを減らすことは可能であるとされている。ADHD だからという理由でレッテルを貼ったり甘く評価するなどは不適切な対応であるという意見もある。かといって、現在では一般教諭が ADHD 児に対して常に適切な対応を取ることは容易だというわけではない。学習機能面以外の問題として、ADHD 児は授業中に立ち歩く、他の生徒とずっとおしゃべりをし続けるなど、教諭や他の生徒にとって迷惑な存在になるケースも多い。また、ノートを取る、宿題をする、提出物を出すなど ADHD の児童が苦手とする傾向がある。 そもそも教育現場で ADHD が注目されるのは学級崩壊の原因になるような問題児が発生することへの説明として ADHD がやり玉に上がったことという構造がある。2014年には京都市立小学校で ADHD の傾向がある男子児童に対し女性教諭が粘着テープを示して口に貼り付けていたことが判明し児童の保護者が ADHD 児に対する差別的な取り扱いだと抗議する事態となった。これについては、有識者からは、教諭一人の問題でなく、学校が児童一人、数との教育機会を十分に保障していないためだ、という意見がある。また、ADHD の人物は、インターネット依存症になりやすい。2019年に発表された日本の研究によると、 インターネットの依存度をテストする EAT において70点以上をインターネット依存症としたとき一般人口と比較して ADHD のみの場合は約4.31倍で ADHD に加えてアスペルガー症候群と診断されたものでは約6.89倍もその割合が大きかった。なおアスペルガー症候群のみの場合は約3.72倍であった。 米国医師会雑誌に2018年7月17日掲載された2500人の10代の若者を2年間にわたって追跡した調査によると10代の若者によるソーシャルネットワークサイトやビデオゲームストリーミング配信サービスの利用が増えれば増えるほど ADHD の症状を引き起こすリスクが高まることがわかったデジタルメディアを1日に複数回使うことはないと 答えた約500人のティーンのうち、ADHD の症状が見られる比率は4.6%だった。一方で、質問した14種類のデジタルメディアのすべてを毎日使うと答えた約50人では、その比率が10.5%だった。また、2005年に発表された研究によると、ADHD である大人はそうでない大人に比べて、学歴に関わらず、 就業率が低く低収入であった。100のうち99の研究が ADHD と反社会的行動との親和性を報告している。ニュージーランドで行われた大規模調査では ADHD のうち60%が非効果したと報告されている。また、アメリカで行われた ADHD と診断された児童と一般の児童に関する広報と調査では、 ADHD と比較群において、青年期の犯罪は、ADHD 群が46%で、比較群は11%、成人期における犯罪は、ADHD 群が21%で、比較群が1%、成人期の服役は、ADHD 群が11%で、比較群が0%という結果であった。実際に、ADHD の児童や人物は、一貫して、 世界中の少年鑑別所、留置所、刑務所において大きな比率を占めていた。クジョンソンたちは成人の服役者に対して様々な診断基準を使用して多数の国々における ADHD 率をレビューした結果、ADHD 率は24から67%であった。ドイツの研究では囚人の45%が何らかの ADHD であったが、一方で、 対象群では9.4%であった。2007年に発表された日本の研究によると、少年陰性185名を対象に LD-ADHD スクリーニングテストを実施した結果、ADHD と疑われるものは153名で、全体の82.7%を占めていたことが分かった。また、同じく2007年に発表された日本の研究によると、 女子少年院生70名を対象に LDADHD スクリーニングテストが行われた。結果、ADHD の疑いがあるものは36名で、全体の51.4%を占めていた。このように、ADHD と犯罪行動の親和性は、極めて強く、ADHD は、犯罪学で頻繁に登場する概念の一つである、低セルフコントロールとの関連性が高いことが、 指摘されている。ADHD の児童や人物が素行障害と診断された場合、成人まで犯罪を持続させる可能性が劇的に高まるとされる。これは ADHD は行動抑制系の機能障害で、CD は行動不活系機能の更新以上であるので、ドーパミン行動不活系機能の更新によって、人は刺激的な場所へと誘われ、 行動抑制系機能の低下により、意識的に立ち止まって思考することが制限されるためで、ある。また、ADHD の人物、そして ADHD と CD の合併者は、自律神経系の覚醒度が低下しているため、そのことも、犯罪行動に影響するとされている。ADHD と CD の合併率は30から50%で、あり、CD は5歳児あたりで発症する。 遺伝的基盤が極めて強い神経学的障害である。アメリカでは ADHD の人物が犯罪や飛行を行うことで年20から40億ドル相当の国家的負担となっていると試算されている。ADHD という分類が妥当であるのかということは ADHD の概念を確立したアメリカでも論争が続いている状況である。日本においては ADHD の特徴については未だ明確に定義化されていない。また ADHD の25%に反社会的な行動が見られるとされ、成人しても集中力の困難や反社会性パーソナリティ障害の併発などを起こすことがある。近年は一般向け書籍の増大やテレビ番組における報道による認知度の上昇の影響で自分が ADHD ではないかと受診してくる患者が増えた。2013年に日本精神神経学会学術総会が静岡県の浜松市で行った調査によれば調査対象1万人のうち196人が結果 ADHD の疑いがあると認定をされた。文部科学省は ADHD の特徴として年齢あるいは発達に不通り合いな注意力、衝動性、 多動性と定義づけている。文部科学省は平成15年3月に行われた特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議において判断基準や指導方法について提示した。また、同年より高機能自閉症や学習障害も含めて支援を目的とした特別支援教育推進体制モデル事業を開始した。多動で 落ち着きのない子供は古くから知られており、ADHD の疾患概念は最近になって現れたものではない。後に小児神経医学などの分野で注意が払われるようになる。1775年、ドイツの医師メルヒオール・バイカルドは医学教科書に ADHD 的な行動を記載し、現在の ADHD の不注意側面との一致から、 おそらく医学文献上の ADHD 書質とされる。1902年、小児会スティルが、王立内海協会の講演で、道徳的統制の欠損という概念を用いながら、攻撃的、反抗的になりやすく、注意機能に異常がある43児童の症例を分析し、抗議録がンセット紙に掲載される。これらの中には、現在の ADHD、 混合型に合致する例が見られるという。1908年、トレッドゴールドが早期に発生した未検出の軽度脳損傷、脳微細損傷という原因仮説を発表する。加えて、北米でエコノモ農園の流行があり、その後遺症との類似性が何らかの脳損傷を背景に持つ病態という推測を生む。この流れから脳損傷時の概念が提唱されたが、 50から60年代は、各たる損傷の痕跡が見つからないため、ADHD を表す概念として、脳微細損傷から、やや表現を抑えた、脳微細機能障害が提唱された。70年代には、MBDE 概念も、原因となる脳機能障害が特定できず、疑問が持たれ次第に使われなくなる。行動異常時の脳の形態的異常を見つけようとする、中で、 1937年にチャールズ・ブラッドリーは薬物療法を発見した。彼は腰椎から脳脊髄液を抜いて気体を入れ脳を撮影する手法を用いたが子供には大変な頭痛が残った。緩和のため中枢神経刺激薬を試みたところ頭痛には無効だったが異常行動や学力の劇的な改善に驚く。研究を進め。 治療法としての中枢刺激薬を発見し、薬の性質とは逆に落ち着きが出る子供がいることの理由を考察した。また彼ら中枢刺激剤が有効な子供群の特徴を指摘した。それはほぼ今日の ADHD の病態であった。先駆的な薬物療法の研究であったが、精神分析の影響が広まり心理療法が重視されたことなどから、帰り見られなかった。 ようやく1950年代になって、障害の生物学的な特定はまだできなかったが、発症メカニズムの理解や、創薬のために応用され始める。これとは別に1954年に、アンフェタミンに似た、中枢刺激剤、メチルフェニデートが発売され、当初は、うつやナルコレプシーの症状に用いられたが、最も驚異的な効果を示したのは、ADHD の症状であり、 活副作用はより少なかったため使われるようになった。現在の ADHD の治療は主にこのような流れを持つ中枢神経刺激薬による薬物療法によっており、メチルフェニデートは最も頻繁に処方されている。脳損傷を原因とする MBD の流れとは別に50から60年代原因を問わず主症状がある障害と捉えて、他同時、 過活動時、多動障害という概念が提案された。DSM2 で診断概念として多動性が初めて現れ、子供の過活動性反応が記載される。この延長上で、風も ICD-9 で多動症候群が記載された。1971年、ウェンダーは MBD の症状に短く乏しい注意集中という後に注意欠如と呼ばれる。 障害の特徴を見出した。DSM3 は、ウェンガーラの成果を取り入れ、注意欠陥障害と記載し、あくまで不注意を中心症状と見ていた。DSM3R では、多動を伴う障害に限定し、注意欠陥多動性障害に変更しやや充電を多動に戻す。DSM4 は、不注意、衝動性、多動性が必ずしも揃わない障害を再び認めて、 解分類で優勢、混合を診断するように変更した。成人や特に不注意面が見過ごされがちな女児などの障害理解を反映し、再び多動変調を抑えた。成人、女性の ADHD を扱った要所の翻訳で、端的な病態を放題に使った、片付けられない女たちが発売されると、これを契機に成人 ADHD を疑う本人が、 専門医療機関に押し寄せ、日本における第一次大人の ADHD ブームのような状況が起こった。この放題は強い印象を与え、片付けられるなら ADHD ではない、ゴミ屋式即 ADHD などの誤解が続いている。日本の発達障害者支援法で発達障害とは自閉症、アスペルガー症候群その他の後半性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして精霊で定めるものと定義し ADHD を代表的な発達障害の一つに挙げた世界ではこの時期発達障害についての正式な医学的な定義は定まっておらず ADHD は行動と衝動性の あるいは情緒と行動のの障害とされていた。一方、日本では、特に福祉領域では、DSM-5 の分類を先取りするように、ADHD も発達障害として認知されており、法律にも反映された。DSM-5 では、用語や診断基準の骨格は DSM-4 をほぼ踏襲している。近年の脳機能研究の知見を踏まえ、 DSM3 以来一貫し続けた反抗性挑戦性障害、素行障害のグループという分類から初めて神経発達障害のグループに位置づけられた。2013年頃より来院者が増え、日本では第二次大人の ADHD ブームの状況となった。以前と違いはコミュニケーションの不調の面から、 集団の中で炙り出され診察を求める人や企業が不調に気がつき受診を勧められる人が多いことである。診療ガイドラインその他、家庭内で怒りが爆発してしまうのはなぜ、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年10月27日閲覧。衝動性の神経心理学、加藤隆史、加藤玄一郎、P311 から315。 2009年、今村明先生に、ADHD を聞く、公益社団法人日本精神神経学会。www.jspn.or.jp。2019年10月27日閲覧。ありがとうございます。